エマヌエル・リーズの共像エマニュエル・リーは、フランスの天文学者、植物学者である。長く、ブラジルで活動した。シェルブールに造船業を営む裕福な家に生まれた。アマチュア科学者として活動し、気象研究で、いくつかの論文を書いた。1854年に、パリに出て、パリ天文台で働き、ユルバン・ルベリエの助手として、 気象の広域からの情報収集のネットワークの構築のために働いた。1858年に日食観測のためにブラジルに渡り、その後長くブラジルに泊まることになった。ブラジル皇帝、ペドロ二世と親しくなり、1871年からリオデジャネイロ定律天文台の所長に任じられ、1874年から1881年の間にも、 所長を務めた。天文台は1827年に創立されたものではあるが、主に軍人の教育に使われていたのを研究施設に改祖した。1860年にリエ水星を発見した。これはブラジルで発見された最初の水星である。火星の観測を行い、1865年に火星の暗い模様が植生によるもので、 運河ではないと推測した。皇帝の要請で、ブラジルの科学的探検を行った。遠隔地の植物を研究した。採集した植物のいくつかはフランスに送った。1872年に、ブラジルの気候、地質、動物、植物を出版した。天文台では、マヌエル・レースとの公開論争により、支持者を失い、1881年に退職し、 シェルブールに帰郷した。1884年と1892年からシェルブールの市長を務めた。南アメリカやアジアから珍しい植物を集め、この庭園は市に移動され、エマニュエルリエ公園として残されている。火星のクレータにリエの名が命名されている。リーズは植物の学名で命名者を示す場合に、エマニュエルリエを示すのに使われる。 ありがとうございます。